にちは、S&D です。今日は2人組で行うストレッチを紹介していきます。このストレッチ方法は練習前や試合前など時間があるときに行うストレッチです。全身まんべんなくストレッチができるのでぜひ時間があるときなどに行ってみてください。
今日は2人組のストレッチを行いましたが、1人で行うストレッチも別で出しますので、ぜひご覧ください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。